またお会いいたしましたね。猫岡学園1年生、琴崎イリアでございます。私の趣味は、皆様ご存知の通り、人間観察とでも申しましょうか。ご学友の皆様が仲睦まじくお戯れになっているご様子を陰からそっと見守ること。それが何よりも楽しくて、つい夢中になってしまうのですわ。さて、これまで皆様と一緒にたくさんの百合の花々の共演を観察してまいりました。アキラさんと静香さん、カナさんとリカ子さん、マコトさんとミコトさん、マイカさんとリョウコ先生、そのどれもがみずみずしい彩りに満ち満ちた輝きで私を幸せな心地にしてくださいました。彼女たちがあれからどのように過ごしていらっしゃるのか、今回はそんなお話ですわ。それでは早速始めてまいりましょう。時刻は朝、舞台は猫岡学園の校門前。朝練を終えた運動部の皆様とご自宅から登校してきた皆様がそのお顔を合わせるところから。あ、王子様。王子様、今日も素敵でした。あのサービスエース本当にすごくて、今度私にも指導してください。うん、時間があったらね。声かけるのはやめとこう。周りに引くほどたくさん人がいるし。そうだよね、向こうは王子様で私は闇の女。確かにちょっと仲良くなったけど、もともと全然違う世界の住人っていうか。おはよう、静香ちゃん。キャー！うわ、びっくりした。どうしたの、そんな大きな声を出して。だって王子様が急に声をかけてくるから。そうかな、そんなつもりはなかったけど、驚かせたならごめんね。王子様、受け答えまでイケメン。それより後輩と話してたんじゃないの？うん、静香ちゃんを見つけたから抜けてきた。私、静香ちゃんと話してるのが一番好きだから。ほら、一緒に教室まで行こう。こんなの不足だってば。並んで歩きながら教室へと向かっていくアキラさんと静香さん。その周りには他にはないお二人だけの特別な空気が流れているようで、静香さんはあのようにおっしゃっていますが、違う世界の住人だからこそ互いに惹かれ合うものがあるのかもしれません。とはいえ、王子様が無自覚にぐいぐいと迫ってくるので、これから静香さんは毎日振り回されてしまいそうですわね。さあ、次はお昼休み。中庭のベンチを覗いてみましょう。生徒たちでにぎわう明るい中庭。仲のいい姉妹が幸せそうにお弁当を広げていますわ。まことちゃんの卵焼き、やっぱり美味しいな。そう？うん、甘くてふわふわでお菓子みたいで、きっと愛情がたっぷり入ってるからなんだね。あ、愛？それはその違くはないっていうか、入ってるか入ってないかで言えば入ってるけど、料理には愛情を込めるもので、別にお姉ちゃんだけ特別じゃないっていうか、それはお姉ちゃん相手に作ると思うとちょっとは気合が入るのは否定できないけど。あれ、お姉ちゃんがいない。本当ですか？まさかお姫様にお手前を披露してもらえるなんて。ダメ元だったけど、お願いしてみてよかった。うん、それじゃあ放課後にね。ごめん
この子は茶道部の後輩で、放課後に指導してほしいって言うから。何の話だっけ。気合の話。お姉ちゃんのバカ透けくらし。あらあら、まことさんが顔を真っ赤にしながらみことさんに詰め寄っていますわ。ですが、まことさんの表情にはお姉さんに甘えているような照れも混じっていて、みんなに愛されるお姫様が一番大事に思っている相手は誰なのか、それをまことさんはすでにご存知だからでしょう。とはいえもしかしたら今夜もどこかの家のガスコンロでメラメラと可愛らしい炎が燃え上がってしまいそうですわね。さて、場所を移しましょう。賑やかな声が聞こえてくるのは中庭だけではございません。普段は落ち着いた空気の流れる数学準備室からも。先生、一緒にご飯食べませんか。このメロンパン、甘くてカリカリで人気なんですよ。おいしい。よかったら先生も一口どうですか。高坂舞香さん、お昼はこれだけなのですか。え、そうですよ、これ一個あれば十分。ダメです、メロンパン一つでは栄養が足りません。野菜をもっと取らなければ。パプリカのマリネです。これも食べてください。でもこれ先生のお弁当。いいからどうぞ。やっぱ先生ってさ、なんでもない。ごちそうさまでした。あらあら、マイカさん、お顔を目の前のパプリカよりも真っ赤にされて。けれども、かつてお二人の距離が心理的にも物理的にも隔たれていたことを思い返すと、その距離は少しずつ確実に縮まっているようですわ。いつしかそれが限りなくゼロに近づくこともあるかもしれませんね。さあ、最後になりましたが、このお二人を忘れてはいけません。時刻は進み、放課後の生徒会室、そこにいらっしゃるのはもちろん、いわばこの部屋の主、会長さんと副会長さんですわ。起きてください、会長。今日はこれから定例の会議があります。準備をしてくれませんと。こういうところは昔から変わらないんですから。でももう会議の時間、どうすれば。あ、かなちゃんって一回寝ると全然起きないよね。今日も起こしたのにびっくりとも動かなかったし。そう。あ、だったらいい方法がある。え、ほら、あたしを起こしたいときはリカ子がほっぺにチューしてくれれば一発だよ。チュー？そうそう、リカ子のチューだったら秒で起きるって。起こさないと。これは生徒会のためです。仕方ないんです、不可抗力なんです。あ、バレちゃった。かなちゃん、もうなんで寝たふりなんか。寝たふりじゃないよ、本当に眠いんだよ。とにかく時間がないので行きますよ。準備してください。だよな、
会議があるのにこのままじゃまずいよな。リカ子がほっぺにチューしてくれたら目もバッチリ覚めるんだけどな。もう今回だけですからね。あら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 、思いがけず素敵なベストショットをいただいてしまいましたわ。生徒会長と副会長であり、また幼馴染でもあるお二人、10年以上もの間に培ってきたお二人だけの宝石のような時間は、これからもますます彩度を増していくのでしょう。トリプルエクセレントのダイヤモンドにも劣らない特別な輝きを見せながら。さて皆様、いかがだったでしょうか。あれから少しだけ時間が経って、それぞれの絆がそれぞれの形でより深くなっていましたね。美しく可憐な花々が色づく瞬間を温かくめでる営みか、それはとても甘美でとても尊い時間ですわ。この学園にはまだ見出されていないたくさんの小さなつぼみたちが、咲き誇る時を今か今かと待ちわびていることでしょう。一つ一つのつぼみが花開く瞬間を余すことなく見出していくこと、それが私の果たすべき責務であると。あのすみません、学校見学で来たんですが。職員室はどちらですか。それでしたらあちらです。後頭部の1階ですよ。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございますどういたしまして。マナちゃん、あっちだって。親切な先輩が教えてくれた。あ、了解、ありがとう。来年入学希望の中学生でしょうか。キラキラと弾けるような眩しい活力に満ちていますね。そうそう、猫岡学園は来年度から入学定員が大幅に増えるのですわ。きっとたくさんのみずみずしいつぼみたちが学園の仲間に加わってくれることでしょう私も忙しくなりますわね。咲き誇る花々が美しいのは、それを美しいと感じた者がいるからです。誰にも語られない美しさは、誰にも語られない尊さは、この世界に初めから存在しないのと同じこと。私はこれからも語り続けます。新しい花が咲くなら、その数だけ事の葉を紡ぎます。イデアのアナムネシス、その素晴らしさに共感してくださる皆様へ向けて。そして語り部の役を担うのは私一人ではございません。実は来年の春、私の幼馴染が、百合の花の美しさを語り合う同士が、この猫岡学園に入学してくるのですわ。ご入学おめでとうございます。さあ心ゆくまで語り合いましょう。ここは尊き百合の花々が咲き誇る私たちの楽園なのですからふふ今そう遠くない未来が見えたような気がいたします。共に語り合い切磋琢磨できる同士がいるならば、私もさらなる高みへと登ることができるはず。よろしければ皆様もその新しい景色を私と一緒に見ていただけないでしょうか。皆様と私と新たな同士、そしてもちろん百花繚乱のまだ見ぬ尊き者たち、そんな色鮮やかな日々を、私琴崎イリアは心からお待ちしておりますわ。ではまたお会いできる日まで、皆様ごきげんよう。